どうもこんにちは、フレッシュスバルくんです。よろしくお願いします。タイトル通りではあるんですけれども、今日はですね、第五人格のね、これまでの試合の中から、これはすごいなという、記録よりも記憶に残る、まあ、第五人格の名試合っていうのをね、紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。どうぞ。元気がいいね。10時間ランクマ。まずはじめにね、紹介したいのはこの試合ですね。この画像にある通り、626分、時間に変えると10時間に及ぶランク戦が行われたことがあったんですよね。これめちゃくちゃえぐくないですか？これただのランク戦です。ただのランク戦で、なんでそんなに10時間に及ぶ試合になったのかというところをね、ちょっと紹介していきたいなというふうに思います。なんかあえて10時間まで時間を伸ばそうっていうことでは一切なくて、両者本気でやった結果の、10時間なんですね。これはね、何が起きていたのかというと、10時間、祭司とピエロがハッチ攻防をしてたんですね。祭司が一人残ってて、橋上のハッチに行こうとしているんだけれども、その前に、ピエピが立っているということなんですよね。この場所で永遠とハッチ攻防をするっていうね。で、まあ、当時の祭司のワープっていうのはハンターくぐることができなかったので、まあ、祭司がね、この終点側にいるっていうのが、ピエピはね、分かってたとしても、終点側にね、行こうとしたら、祭司がね、ワープ作って、始発のハッチに一直線で行けてしまうから、多分動けなかったんじゃないかなというふうに思いますね。で、10時間さ、ずっとハッチ攻防するってさ、言葉を選ばずに言わせてもらうと、本当にバカなのっていうところはあるとは思うんですけど、これはね、深い理由がどうやらあったらしくてですね、画像をよく見るとわかると思うんですけど、これ傭兵が失血死してるんですね。で、この祭司の方っていうのは、なんかどうやら有名な配信者の方らしくて、傭兵の方がその配信者のなんかファンの方らしくて、で、ピエロ側は傭兵をあえて失血死させたらしいんですよ。自分のね、ファンである傭兵の子がね、あえて失血死させられているっていうのに、どうやら腹が立ったらしくて、それで何が何でも逃げてやろうという気がついちゃったんでしょうね。ほんとね。で、ピエロ側としては祭司のことが嫌いだったらしくて、何が何でも祭司は釣ってやるっていう、あの、気持ちがあったらしいんですよ。で、その両者のこのぶつかり合い、絶対逃げてやる祭司 VS 絶対四釣りするっていうピエロのホコタテみたいな、あの、試合がね、こう始まったわけなんですけど、ちょっとあの、一つね、あの、冷静にちょっと突っ込ませてもらうと、この試合もう勝負決まってるんですよ。あの、祭司一人しか残ってないし、ピエロ側としてはもう勝ち確定なので、そんな無理して四釣り狙わなくてもいいっていう、あの、盤面ではあるんですよ。その思いのぶつかり合いですよね。もう、試合の勝ち負けを超えた、その、両者の思いのぶつかり合いっていうね。これはやっぱり熱いですよね。これ結局どっちが勝ったのっていう話だと思うよね。で、結局ね、この試合勝ったのは祭司なんですよ。ピエロの人がね、まあ、投稿をして、祭司が、この試合をね、勝ったんですよね。試合には勝ってないわ。試合には勝ってないんだけど、まあ、試合には負けたんだけど、勝負には勝ったっていう感じだったんですよね。まあ、この試合を見たね、運営さんも、祭司のね、修正を考えるっていうきっかけになったとも言われている試合でもあるんですよね。で、この10時間に及ぶね、ランク戦を記念して、中国本土ではね、この祭司とピエロがね、向かい合った、このバチバチのスタンプがね、配られるっていう、なんか粋なね、運営さんの計らいもあったんですよね。これはいいスタンプだよね、これはね。スタンプに表示されてる祭司もさ、実際にあのね、当時着てた、祭司の衣装でね、ちゃんと作られてるスタンプになってて、すごいいいよね。まあ、通常ではありえない10時間に及ぶランク戦。もう愛すべきバカというか、なんというか、もうなんかアホなんてちょっと思ってしまいたくなるくらいの名試合ですね、これは。GR チームに、芸者で四釣り。第五人格の世界大会のね、COA を3連覇している COA123 をね、すべて優勝している、この最強戦隊 GR チームと、日本の AL チームが戦った試合があるんですけど、その試合で GR チームに対して AL のラオリー選手が芸者で四釣りするっていう試合が、もうこれがもうマジですごいんだ、これが。
まあ、GR チームも芸者というハンターに対するその対策っていうのがあまり練られていなかったからやられてしまったのかなというところはあるんですけど、ラオリー選手の芸者のね、刹那のやり方もめちゃくちゃうまかったっていうのもあるんですよね。綺麗なね、刹那をこうバシバシ決めていくラオリー選手にはやっぱ痺れるものがあったし、めちゃくちゃこれはね、熱い試合でした。板の読み合いもね、バシバシ決まるし、GR の MKK 選手に対して恐怖を決めて、まあ、試合をねバチコリ決めていく姿には本当に痺れるものがあったし、やっぱ今見ててもこれはもう感動ですよね、本当に。このメンツ、傭兵、機械技師、調光師、マジシャンっていう当時としてはかなり強いメンツに対して四釣りをするってなかなかできないことですからね。これはもう本当に今見てもなんか涙出そうですもんね。いい試合だよね、ほんとね。ちなみに、この試合が終わった後に、GR チームは芸者番をするんですけど、めちゃくちゃ熱くないですか、それ。ねえ。めちゃくちゃ熱くない?それ。で、運営へのね、インタビューでなんか書いてあったんですけど、芸者の強化も考えていたんだけど、GR チームに対しての4釣りがこうあったから、芸者の強化はちょっと先送りになったというふうにね、語っていたんですよね、確か。そのくらい、この GR チームに対しての4釣り、この4釣りは、本当に芸者のね、強化が遅れるくらいの、大きなね、衝撃があった、試合なんですよ。めちゃめちゃ熱い試合だから、一回はね、第五人格の公式の YouTube の方に上がってるんで、ぜひね見てみてほしいなと思います。本当に名試合です、これは。ダウンしたサバイバーのおしくらまんじゅう、中国のね 5HS チームとワオチームが COA2 でね戦った試合があるんですけど、この試合も個人的に見てて、うわすげえなっていう風に思ったので、ちょっと紹介していきたいなという風に思います。あ、傭兵、マジシャン、機械技師、調光師っていうメンツでね、ステージをレオの思い出で初手見つけたのが、こうマジシャンで、そのままね、こうマジシャンをトンネルしていったわけなんですよ。で、飛び角であるね、マジシャンに対して、当時もう聞いてしまったんですけど、このレオの思い出のこの板の真ん前に、飛び角のサバイバーであるマジシャンとダウンしたサバイバー傭兵をリッパーをねサンドイッチするトンネル回避をするっていうやり方をやったんですよね、これね。当時はダウンしたサバイバーになんか当たり判定、オブジェクトの判定があったので、もうこのリッパーがもう動けないんですよ、これ今。これもう動けなくなっちゃってるんですよ。これは本当にリッパーもまあびっくりしたんでしょうね。思わず攻撃も振ってしまうくらいちょっと焦ってしまったんでしょうね。ね、マジシャンを持ってしまったら、近くにいる機械技師が板を倒して、トンネル回避ができて、傭兵をね、少し持ち上げて離そうとするんですけど、ふと吹くとね、振っている傭兵は、すぐに、ハンターをね、挟むことができてしまうっていうことでね、飛びが確定しているマジシャンをね、釣ることができれば、引き分け以上ね、取ることができる試合展開だったんですけど、この当選簿のおかげで、ワオチームは、4逃げね、されてしまうんですよね。何食っていい第五人格やってたら、この思考になるのかなってね。もうめちゃくちゃすごくないですか、これ。ね。やっぱ中国本土のチームってすげえんだなっていうのを、思いましたね。で、まあ COA2 でね、もう一つ、遊園地で、まあ同じような、試合があって、トンネル対象である占い師に対して、機械技師が階段の前で当選簿して、階段の上にオフェンスと占い師が待ってるっていう、ほんと時刻絵図ですね。時刻絵図がこうできてて、機械技師をどかそうとするんだけど、そのたんびにオフェンスがタックルしてね、降ろさせるっていう、この時刻絵図がもう延々と繰り返されるっていうね、これはやっぱえぐいよね。まあさすがにね、運営さんもね、こんな戦法あるっていうことは知らなかったので、まあその後のアップデートでね、ダウンしたサバイバーの当たり判定っていうのは消えたんですけど、こんな手も戦法しようっていうのがさ、めちゃくちゃ驚いたよね。ほんとね、まだまだ語ろうと思えば語り尽くせてしまうんですけど、特にもう心にね、残るような試合というのは、この3つかなというふうに思って選んでみました。ほんとはね、まあ COA2 もね、まだまだ面白い試合っていうのも、たくさんあるんですよ。COA2 のね、世界大会でのヤサ鬼だったりだとか、ハスターの神プレイだとか、まあ、たくさんいろいろあるんですけども、まあ、今回は厳選して、この3つを紹介してみました。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。よかったら他の動画も見てみてください。それでは、バイバイ!
おまけで、まあね、せっかくの名試合ということなので、僕個人の名試合っていうのをね、紹介してみようかなというふうに思います。これはね、遊園地を初めてプレイした時の、まあ、スバルなんですけど、はい。勝手にジェットコースター出発するもんだと思ってたんで、あれなんでこれ出発しないのってね、めちゃくちゃテンパってるっていう、当時の音声は残ってないんですけどね、発狂してますね、この時は。うん。